岡田さん、カラセルパ何期生だけど、俺10期です。10期生、11期生、12期生かな。10期生、12期生、12期生対決、始まります。小屋さん TV。 この物語は道場卒業生を数年で他農耕職人へと育成するために結成されたチームアルスの成長ドキュメンタリーで、メンバーたちは慣れない現場でどこまで力を発揮できるのか、数年で他農耕職人として育成していく姿、リアル成長ドキュメントだからこそ見えてくる職人育成の重要性と課題がここに。タケル、初音、タカシ、ケイスケ、ジュン、チームアルス奮闘記。それでは20分一本勝負始めます。よーい、スタート。次の材料を作り始めてる。一歩リードか。あ、してまだ材料残ってんな。あ、もう次欲しい。お、このやっぱ先輩の感覚が出てるね。はい、ゆとりがある。ゆとりがある。2分半ぐらいでも結構な戦いになってますね、これ。いい感じですか？いい具合、これ。10分で終わっちゃうんじゃないかな。あれ、もしかしたら、ジュンさん一番遅いかもしれないな。そうだな。初音ちゃんが一番早いかな？どっか？あ、3枚目。いやー、ゆとりがあるね、カラス君。いいよ。いい。先輩、そんな舐めてたらないですよ。舐めてるか。舐めてる。カラス君、ほら、初音ちゃんの仕上げとか見てみて。はい。初音ちゃんどんぐらいっていうか確認してもいいんだよ。はい、どう。いや、早いっすね。やばいっすね、カラス先輩。どうっすか、楽勝っすか。カラス先輩、あと5分切りました。どうですか？初音ちゃんのインスタどうですか？綺麗だと思う。